はい、こんにちは。こんにちは。はい、せーの。オリゲンチャンネルです。今日はですね、そうですね。昔奥さんと、何年前かな。7、8年前ぐらい。海外旅行に、ハワイに行ったんですよ。うん。ほんと最高やって。初めてね、一緒に海外行きました。まあ、このハワイの話は今度するんですけど、その中の一つでですね、僕は一回そのホテルのザ・モダンホノルルかな、結構いいよ、なんかおしゃれなホテルでですね、僕はビーチでですね、こうやって寝転がってたんですよ。ああ、そういうことか。そしたらですね、奥さんが「ケン、ちょっと恥ずかしいきやめた方がいいよ」何がって、そしたらこう脇毛これちょっと恥ずかしいからって。何が別に普通なんだよ。別に日本人みんな別に生やすの当たり前。いや、日本人はちょっとあれやけど、ちょっと、こう。そこもモダンホテル、うん、もう日本人、自分以外誰もいなかったんですよ、ね。そう、ホテルはもうスタッフも、日本語喋るスタッフも誰もいない。日本人大体多いのは、ヒルトンとか、うん、シャラトンとかは多いんですけど、そこのホテル全然本当日本人いなかったんですよ。だから、ちょっと剃った方がいいよみたいな。でもそれまでやからんもんね。何やからんパッチみたいな。確かにすぐその後みんな剃ってた。男の人みんな剃ってた。なかったでしょ。剃ってたでしょ。その時やっぱちょっと自分もプライドがあったからですね。ああちょっとしてましたけど、帰った後みんなに笑われる。なんか笑われる音。どっかサウナ一緒にいたら恥ずかしくなるよ。こっちの方が恥ずかしいよ。だからですね、その時は以上、ギリちょっと自分のプライドでちょっと剃らなかったですけど、帰ってもすぐ剃りました。だからまあ、日本人まだ結構脇毛、まあ普通みたいなとこあるかもしれませんけど、今こう時代だいぶ流れてですね、もう結構もう男の人でもすね毛とかでも腕毛とかも剃ったりするじゃないですか。ただ、脇は結構、ほとんど、今日本人でも、そら人多いよね。多い、でも、大体ほとんどもう。本当自分、私、初めて日本に来た時、これ、やっぱ、目立つくね。すぐ見る。目立つ。すぐ見る。どうした？なんで？ロシアでは、みんな、知ってる。フランス人脇毛そらんのがよ、女の人。今そうだな。いや、ヨーロッパでなんかあるね、こういうのもな、ロシアもあるね、してない、なんか、なんで男はしなくて別にいいけど、女はしないといけないとか、こういうのあるね、こういうの。日本語でちょっと私わからない、これ。でも、男からしまったら、女の人が気配したら、うわ、やっべえってなるけど、一緒みたいな感じやろ？一緒みたいな感じ。だから、皆さん、すぐ、そっと。もしロシアに行く。行くって決めたら特に。いや、でも今はもう多分剃った方がいいですよ。多分おそらくそっち側のやっぱ女性に女受けはいいと思います。まあ本当ロシアではそれ当たり前ね。もうちょっとなんかちょっと汚いみたいな。まあ本当にケンが言った通り、女は脇毛生えてるのと一緒みたいな、同じイメージになる。そうだからですね、なるべくシェーピングした方がいいみたいです。でも今もなるべくほんとあんまり毛ない方が、なんか今それだいぶ当たり前になってきちゃうやん。今は多分レイズとかいろいろあるじゃない。男でも多分よく使うと思う。大体するもんね。あとみんなもうあれ、脇毛とかすね毛とか腕毛じゃ物足りんごなって、最近鼻毛ブラジリアンワックスかい。それはただ CM だけよ。ほんとでもしたらいいと思うよ。みんなこうしてダーッて抜きよ。今度してみようか。いや、僕は大丈夫です。いや、いいよ、面白い。ほんと皆さん、もし見たいなら書いてください。いや、してみようか。僕は、ちゃんとカッターでですね、なんか、ピーって。いや、一回はしてみないとわからない気持ちが。いや、あんまり、鼻毛もね、ちょっとはないとね、ゴミをこう、守るためにあるから、これはダメです。鼻毛でしたか？これ。大丈夫。今、おすすめ。どう思います？おすすめの鼻毛こうカットできるやつがですね、ね、俺が今使うの。ちょっと見せますね。私は使わないからわからないよ。本当にこれ使う？これです、これ。これですね。本当にこれ使う？これ買ったやつでしょ。これでこう入れるじゃん。くるくるって回したらこれで取れる。これです、これ。初めて見た。歯がついてるんですよ、ここに。これ鼻入れて、くるくるってした。ちょっと腰前ですけど、これくるくるってしたらですね、もうほんと。多分。いや、私昨日これ見て、なんこれだって。多分、鼻毛が多分5ミリぐらい、ここで見て、隙間さんみたいな。これおすすめです。これ薬局とかで売ってます。日本で多分350円とか多分する。これ結構おすすめです。鼻毛するのはですね。まあ、脇毛はもうシェーピングするのがいいですね。そうですね。はい。お願いします。まあ、それでは、そうやってみんな、ちゃんともう少しお手入れしてした方が、特に外人の女性は、うわ、ちょっとそこはやめてって思う人が多いみたいなので、ちゃんと女性の受け狙うためには、ちゃんとパパッと処理をして、頑張ってください。あと体もちょっと鍛えてですね。間違いない。はい。それでは、もう今日はこの辺で終わりましょうかね。ありがとうございました。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ボタンがあるんですよね。そこ、ピッと押して。お願いします。あと、僕たちの動画があったらすぐわかるようにですね、ベルマークが横にあるんですよ。それをポチッと押したらですね、すぐ、サインが来ますので、それまで押してもらったらですね、もう最高です。嬉しいです。はい、そして、オリケンファミリーに入って、みんなで仲良くやっていきましょう。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、さようなら。バイバイ。